はい、当たり前のことを当たり前にするっていうことなんですけども、そうですね。別に億万長者にならなくてもやることなんですけども、ネットの活動って集客をするってことがまずすごく大事になってきて、集客ができない人はネットビジネスで、ちょっとやっていくことができないんですよね。で、集客するっていうのは何が当たり前かっていうと、集客するための作業をポスティングしましたとか、メールをたくさん書きましたとかって、作業をたくさん積み上げて、結果集客が0人だったら、それは集客に成功してませんよねと。ギャラは払われませんよねってことになっちゃうんですよね。集客できなかったら、どんな素晴らしい商品も売れないですから。で、多分それのことだと思うんですよ。何時間ぐらいやったら成功できますか？何時間やったらではないんですよね。何人集客できたらっていうふうにね、言い換えることができると思いますけども、逆に、じゃあ、ね、5時間やりました、3時間やりました、2時間やりましたって持ってくるとして、何人集客できましたって私は聞きますよね。アクセスどのぐらい取れました？で、いや、取れてないんですけどっつったら、あ、それじゃあ10時間やってもゼロですよって、当たり前ですよね。会社の活動でもやってて、会社の商品作りました、会社のプロジェクト組みました、でもお客さん0人でした、来場者来店者0人でした、どうやってもらうんですかって話じゃないですか。それこそ自己アフィリートみたいに自分で買うしかなくなっちゃうんですよね。でもそれっていうのはすぐ限界来ちゃいますよね。だからそういうふうに、当たり前のことなんですよね。ネット活動をやってて、たくさんの人に反応してもらうようなコピーを書くとか、サムネイルを作るとか、動画を作るとかって、あの手この手でやるんですよ。時には車を使ったり、時には子供のテーマでやったり、時には環境のテーマでやったりとか、いろんなところに人が興味を示すだろうなってものを、こうライティングしたりとか、動画を作ったりとか、取材に行ったりとかするわけですよね。で、その結果、何人かの方、何十人かの方が集まってくださって、そこに初めてですね、商品を紹介するチャンスが生まれるんで、皆さんに集まっていただいたのは、皆さんこういう問題解決したいからですよねっていうふうに共感を呼んで、その後に教育するんですよね。なんでこれが必要なのか、なんでこれがうまくいかないのか、そのためにはこういうものが必要なんですよって、その商品私は持ってますよと、価格はかかりますけども、皆さんあなたの問題解決できそうでしょ、ほらってやった時に、何人かの方が、あ、なんだ、結局セールスカーと言って去っていくのか、それとも、あ、そういうものがあるんだったら知らなかったと、たまたま教えてくださってありがとうございましたみたいな感じとかね、分かれるわけですよ。だからね、結局集客しないところにビジネスの成功はないんですよね。で、おそらく今会社にお勤めの方がいるとして、出勤して帰るまでに一人でも集客してるかどうかってことなんですよ。事務作業の方っていうのは基本的に集客してないですよね。で、あとは接客業の方でも営業職でない限り、お客さん来るのをじっと待ってますよね、店内とか社内で。で、お客さんはどうやって来るのかっていうと、会社が集客のために作った広告とか、宣伝費用とか、こういうので会社が集客してるんですよ。接客するあなたが集客してるわけではないんですよね。だから、その感覚で、だからネットビジネス入るときついですよ、やっぱり。だから営業職の方とか訪問販売やってる方は、ネットビジネスも、やっぱ最初からね、結構いけるんではないかなと思います。そして今回の動画のまとめになりますけども、今までね、何年何十年と好き好まずにお金をいただきながら働いてる、全身全霊を傾けてる会社にお勤めですよね。で、それができるんだったら、ネットで当てることなんて本当楽ですよ。会社でやっていることのエネルギーをそのまま使ってくればいいんで。だから、いまいちね、会社で頑張って1日10時間前後働いてる、そのエネルギーとモチベーションの、そのね、素晴らしい業績をね、上げてると思うんですよ、今までの仕事の中でね。で、それを惜しみなくネットでも使えばいいのに、いや、ネットではちょっと顔出しできないんでとかね、ネットのそのスキルが分かんないんでとか、どうやって動画作ったらいいんですかみたいな感じで、いつまでも躊躇して出勤してない状態なんですよ。だからそれではなかなかうまくいかないなと思いますよね。で、会社には上司とか先輩がいるように、ネットビジネスの世界には私は吉谷さんとかがいるわけですよね。で、私は吉谷さんじゃなくても、検索すればいくらでもネットの成功法則とかを伝えてくださる、いわゆる先輩や上司っていうのが山ほどいるんですよ。でも、そういうのを活用していくのも手だと思いますし、まあ素直にね、やってないことをやるにいいんじゃないですか。すでにやってることはそのまま続ければいいじゃないですか。でも、結果が出てないってことは、結果を出すためにやることをやってないんですよ。だから、そのまだやってないことにトライするしかないですよね。まあ、だからそのうちの一つがね、
こういうふうな億万長者合宿の動画に絡んできてくださることとか、億万長者合宿のタイトルをやっぱりこう使って自分でアクションしてみるとかね、別に動画を撮るとは言いませんけども、動画はちょっとなっていう人、じゃあ代わりに何するんですかってことなんですよね。それすらしてないと思うんですよ。動画もちょっとな、ブログもちょっとな、SNS もちょっとな、じゃあ何やることないじゃないですかって感じですよ。どっからお金入るんですかって、泥棒でもやるんですかって話になっちゃいますよね。だから投資とかに人気が集まるのは、人に物を売りたくない、人とコミュニケーション取りたくない、人の心を動かすことのために努力をしたくない、何かこうアクションしたくないってことになって投資の世界に入っちゃうんですけども、投資の世界っていうのはビジネスをした心理のその頂点の集まりですから、もっと難しいですからね。ビジネスで百戦錬磨の人でも投資では勝てないわけですよ。そういう人でも勝てないです。だからビジネスすらできない人は投資はもっと難しいですからね。せいぜいこれ絶対儲かりますみたいな商材買って儲かんなくて終わるみたいな、結局はお客さんになって終わりなんですよ。この投資の案件儲かりますよっての飛びつくってことは、あなたが投資家になるわけじゃないんですよ。あなたは顧客のままなんですよ。だからそこをね、勘違いしちゃうんですよね。よし個人投資家だと思うけど、違う違う違う、あなたは単なる消費者、顧客、カモ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 ですよ。バーンと漁師で打ち抜かれて終わりですよ。まあそんな感じでね、億万長者合宿、億万長者か、億万長者への道はそういうことでは遠いなと思います。まずは集客できる人間になることだと思います。で、あなたに会いたいと、あなたに相談をしたいっていう風なね、そんな自分になることなんですよ。それにつきますよ。今日もね、あなたのところにメールボックスに、すいません、何々さん、こんな問題があるんですけども解決してくれませんかっていう風に相談がないってことは、まだ知られてないし信頼されてないってことなんで、発信が足りないと、発信の内容がちょっとね薄っぺらいということなのかもしれません。さあ、そして動画の最後にね、ちょっと申し上げたいんですけども、いや、そうは言ってもね、自分にはそれほど人を感動させるような、そして人の問題を解決させるような、そんなねスキルはないですよっていう方がいると思うんですよ。情報発信の質のことですよね。心配ないです。情報発信の質が0から10まで段階があるとしたら、あなたの実力が3だとするじゃないですか。だから自分はまだまだかなもと思うんですけども、情報発信のレベルが0とか1とか2の人は3の人がありがたいんですよ。逆に言うと3の人に対して4以上の人は興味を持たないんですよね。だからそれは情報発信の質とかレベルが7とか8でも全く同じなんですよ。だからあんまり気にしなくていいんじゃないですか。自分のお客さんになる人とか、自分の情報を見てくださる人っていうのは、そういうふうなね、相対関係でできてますから。だから絶対的に7とか8とか10ないといけないよってことではないですからね。ご心配なく。いってらっしゃい。